これさ、歩いてると外人に売ってくれって言われてるじゃん。いくらぐらいで売れんの？大体でも、円ぐらいで。後半クロックス会、さっきさ、はい、サラヒ君、はい、ここに小島がいてあれ話してたんだけどさ、はい、僕はこれが、はい、ちなみに僕も欲しいです、はい、サラヒはもう絶対くださいお願いします。結構さ、このサラヒ、はい、クラブに行ったらさ、はい、なかなか入れないんだけど、どうやってクラブに入ってるの？これで。いや、僕全然クラブとかはもうこれでそのまま何も言わなくて入れます。多分ソックス履いてたら全然気づかれないです。結構さ、はい、ほらサラヒちゃんさ、はい、ヒップホッパーの人さ、はい、友達だけど、はい、ヒップホッパーのやつなんて言ってんの？はじめみんなイージーと間違えるんですよ。これクロックスだって言ったら、うん、っつってこんなのあるのみたいな、はいはいはい、こないだもさ、はい、ミート東京にも出させてもらって、はい、銘柄はって言われてさいやーの銘柄言わなきゃいけないんだみたいなこれ本当こんなのさ、はい、銘柄なんて、はあ、僕さ、ほら、袋が食いになっちゃうからさ、僕ですよ、これ銘柄って言われたから、はあ、何って言ったらさ、もう、だな、なんじゃねえの、いや、もう、間違いない、もう、一択なんじゃないのかな、みたいな、これでさ、これさ、歩いてると、外人に売ってくれって言われてるじゃん。そうそう、原宿とか、大阪とか、名古屋とか歩いても、売ってくれ、売ってくれって言ってきて、いくらぐらいで売れんの？大体でも、日本円だったらば、5万円ぐらいで。これ僕の付けの方から持ってったの書いてんのよ、はい、すいません、サラヒャマンが社長からパクりました。いやいや本当にパクられて損した感じだなとか思ってるんだけど、はい、これさ、悪いヒップホッパーとかが入ったら売れそうだな、はい、いやめちゃくちゃ売ると思いますし、ペイズリーのなんかソックスとか、今面白いソックスいっぱい作ってるじゃないですか、はいはい、それとかすげえ合うから、はいはい、はい、じゃあ銘柄ソックス、はい、銘柄ペイズリーみたいな、じゃあ銘柄ペイズリーやってみよう、はい、銘柄ペイズリー頑張って、はい、僕たちやるんで引き続き、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。